皆さんこんにちは、山本彩芽です。熊谷暮らしの情報局始まりました。さて今回私の隣にいらっしゃるのが熊谷市都市計画課の渡辺さんと広報校長課の新井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。テレビの前の皆さんも最後までよろしくお願いします。まず最初の情報ですが、渡辺さん何をお伝えいただけるんですか？はい、ラグビーワールドカップ2019があと3ヶ月と迫ってきていますが、熊谷市内の駅前広場や道路が整備されました。なるほど、確かにいろいろなところで工事をやっていたのは見かけていましたが、それらが完成したのですか？はい、このほど熊谷駅正面口と籠原駅北口の駅前広場の整備が完成し、また道路に関しましては東部地域では第二北大通り線と熊谷屋号線が、西部地域では熊谷西環状線と玉井東通り線が開通しました。熊谷駅と籠原駅の駅前広場や第二北大通り線とかいろいろなところが整備されたんですね。聞き慣れない名前の道路とかがありますので詳しく教えてください。はい、まずは熊谷駅正面口駅前広場です。今回の工事で誰もが使いやすいユニバーサルデザインに配慮した案内板やスロープを設置しました。スロープを使っていただくことによって車椅子の方でも安心してタクシーの乗り降りができます。また熊谷は夏の暑さが厳しいので暑さ対策として歩道部分に遮熱性の平板、日よけのシェルターや冷却ミストを設置して歩行者の方に少しでも快適に移動してもらえるよう配慮しました。このシェルターにはカラー LED の間接照明がついていまして、夜になりますと様々な色でライトアップされます。こう写真を見てみますと、ロータリーをぐるっとシェルターが囲んでいるんですね。バスを待っている時も日差しを避けられますよね。夜になってライトアップされますと駅前広場が優しく照らされていて綺麗ですね。はい、またユニバーサルデザインに配慮した案内板として正面口階段を降りてすぐのロータリーのところにデジタルサイネージを設置しました。このデジタルサイネージは熊谷スポーツ文化公園や目沼昇殿山などの市内の見どころや公共施設案内、バス乗り場や駅周辺のトイレ、コインロッカーなどの案内だけでなく、英語、中国語、韓国語などに対応した地図も見られます。またこのデジタルサイネージはタッチパネルで操作できますので、知りたい情報を探す際に大変便利です。その他市内のイベント等を案内するデジタルサイネージや障害者用の音声付き食地図の案内板も設置され、今回の改修で誰もが利用しやすい駅前広場になりました。手で操作できる案内看板までできたんですね。ラグビーワールドカップを控えて外国の方にも障害のある方にも誰にでも優しい駅前広場になり、まさに熊谷の玄関口にふさわしい駅前広場に生まれ変わったんですね。はい、また今回のリニューアルでお車でのご利用に注意点がございます。まず正面口から東口への道路が一方通行となりました。また正面口駅前広場はバスやタクシーなどの公共交通機関の利用が優先となっていますので、一般車両の方は東口の駅前広場および30分無料の駅ビル駐車場をご利用ください。なるほど、ティアラのある東口から正面口方面にはこれまでのように行けなくなったのですね。車で熊谷駅前広場に行くときには注意したいと思います。はい、自家用車の時は東口または30分無料の駅ビル駐車場の利用をお願いいたします。次に籠原駅の駅前広場の整備に関してご案内いたします。籠原駅北口駅前広場は今回の工事で新しくバス停やタクシー乗り場、障害がある方が乗り降りできる場所が作られました。さらに駅舎からバス停やタクシー乗り場を結ぶ雨よけのシェルターを設置しました。また暑さ対策として冷却ミストの設置や歩道部分への遮熱性平板の設置を行ったほか、ロータリー内には籠原夏祭りで使用するスペースに熱交換性塗料を使用しました。籠原駅の駅前広場だいぶ広くなりましたね。夏祭り用のスペースも暑さ対策がなされていて、籠原駅も暑さ対策バッチリですね。またロータリーができたおかげで車の流れもスムーズになりそうですね。はい、籠原駅も車の利用に関してご協力いただきたいことがございます。4月から熊谷市営籠原駅北口駅前駐車場がオープンしました。最初の30分は無料となっていますので、駅を使う方の送迎をするときにはぜひご利用ください。
駅前広場の混雑緩和のためにもご協力をお願いします。なるほど、籠原駅を車の送迎に使う方はですね、熊谷駅同様30分無料の駐車場をぜひとも活用していただきたいですね。さて続いてなんですけれども、新しく開通した道路に関して教えてください。はい、まず一つ目として第二北大通り線と熊谷屋号線が4月13日に開通しました。二つ目は熊谷西環状線と玉井東通り線が5月20日に開通しました。すごいですね、熊谷市内のいろいろなところで新しい道路ができたのですね。一つずつ確認させてください。はい、まず第二北大通り線ですが全線開通しましたので、国道17号の鞘田南交差点から国道407号までの通行が可能となりました。また熊谷屋号線が開通し、国道125号バイパスから熊谷駅までが1本でつながりました。国道17号を行田方面から来た場合、中心市街地を通らずに国道407号へ抜けられるようになったのですね。また国道125号バイパスを羽生や行田方面から来た場合の熊谷駅までのアクセスが便利になったのですね。はい、また熊谷西環状線が開通しまして、国道17号の新島北交差点から国道407号の大畑歩道橋までつながり、また玉井東通り線が同時に開通したことにより、大麻生方面や玉井別府方面、大畑方面へのアクセスが便利になるとともに、熊谷警察署前の渋滞緩和が期待されます。うん、熊谷西環状線ができたおかげで、熊谷桜運動公園や大麻生方面から国道407号、そして国道17号バイパス方面が結ばれ、大変便利になったんですね。玉井別府方面から桜運動公園や東松山方面に行くのも便利になりましたね。ラグビーワールドカップ2019に向けて、熊谷駅、籠原駅の駅前広場が整備され、熊谷市内の道路も大変便利になりました。私も新しい道路に新しい駅前広場、どんどん活用させてもらおうと思います。渡辺さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さて次は新井さんからのお知らせです。はい、私からは第12回にゃおざね祭りのご案内をします。にゃおざね祭りとは市民活動団体による手作りのお祭りで、例年秋に実施していますが、今年は7月6日土曜日に公益社団法人日本青年会議所関東地区協議会第67回関東地区大会熊谷大会と同時開催します。場所は昨年同様熊谷ドームです。テーマはオール熊谷トライトライトライです。イベント内容は市民活動団体による活動紹介、参加型体験ブースやステージイベント、体を動かせるスポーツコーナーと素敵な景品が当たる抽選ブースもあります。まあ楽しそうですね。今年も熊谷ドームで行われるのであれば、お天気の心配もなく盛り上がりそうですね。見に行くだけではなく、参加型のブースもあるのであればより楽しめそうですね。さて今回のお知らせは以上となります。渡辺さん、新井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。熊谷暮らしの情報局、次回の更新は7月1日となります。それではまた。